検索、検索、検索。該当なし。アークエネミーの反応、なし。蜜だ。匂う、匂うぞ。青の匂い。自称兵の匂いだ。検索。対象魔女流動体と認識。アークエネミー新規無落も間違いない。マジカニスと恐ろしいほどに伝わくる。なんてすまし力なんだ。これあればこを取り込むとが出れば我はさらに強くる。他の自称兵とは少し違うが、でもまた膨大な力に変わらない。蓄えのだ我はと力を。力があれば近づけはずだ、なれはずだ。アークエネミー新規無落も素晴らしい力だ。それあればそを取り込むことが切れば我はらに強くれるだろう。この世真理にこ世の最悪にせら。不愉快、不愉快、不愉快、不愉快。離せ、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 離せ。アークエネミーはニューのもの。ニューが集めてタグラと一緒になるの。お前なんかに触らせるものか、渡すものか。捕まえろ。決して逃がぬ。の力、村野の力、いただきます。貴重なサンプルを貴様に潰されてはさすがに面倒なのでが。猿なら猿といい、今は貴様に構ってやれる余剰の時間はない。俺をだ、あのれメリウス、お前。ふん、素早い引き方だ。どうやらこの辺りの地形はすでに把握済みのようだな。さすがに順応性が高い。さて、対象の反応が消失しました。ニューのアークエネミーもいない。ナンバー13は一度修理が必要だな。ついでにこれまでのデータも回収しておくとしよう。アークエネミーを求めるか。興味深い反応だ。戻るぞ、ナンバー13。了解。ふんふんふん、くんくんくん、こっちだわにゃん。にゃー、びっくりしたにゃんす。ああ、驚かせてしまったニャスな。すまなかったニャス、ダオ。トラニートラニーニャス、ヤッホー。どうしたニャス、なんでこんなところにいるニャス。あ、もしかしてトラニーも悪いやつをぶっ飛ばしに来たニャスか。そんなにまくし立てられても答えられないニャス。ちょっと落ち着くニャス。ニャス、相変わらずだな。安心したニャスよ。ダオは悪いやつをぶっ飛ばしに行きますか。
倒。はじめは死神とかっていう悪いやつを探してたにゃすけど、なんだかそいつは悪くないやつっぽいにゃす。今はそうじゃなくて、めいおうなんとかってやつが悪いやつらしいのにゃす。だからそいつをぶっ飛ばす。そいつを倒したらお願い事が叶うらしいのに、楽しみにゃす。お願い事か。タオ、お前のお願い事、夢はどんなことにゃす？タオのお願い事は、村のみんなが平和で仲良しで、ポカポカ日向ぼっこができて、おいしいご飯が食べられることにゃ。そうか。今はどうだ？今のカカ族の村は。今は、どうしたにゃす？カカ族の村はいいところにゃす。仲間はみんな仲良しだし、時々困ったことはあるけど、毎日みんなニコニコだし、小さいけど日向ぼっこできるところもあるし、毎日ごちそう、お腹いっぱいは食べられないけど、肉まんをみんなで分けっこして食べるのもタオは好きです。だからタオのお願い事もう叶ってるにゃすね。そうみたいにゃすな。それに、もしタオがお願いをして、タオのお願い事を叶えてもらったら、それはタオのお願いなだけで、本当のカカ族の村とは違うような気がするにゃ。長老もチビたちもトラネンもタオがお願いしたからいるわけじゃないにゃすのに、お願いしちゃったらそれは本当の長老じゃないよな。なんだか難しくなってきたにゃす。タオは今の村が好きなんだな。だからタオは立派なカカの戦士になって村とみんなを守ってあげるのに。そのためにもみんなを怖がらせる悪いやつはぶっ飛ばすのにゃす。そうにゃす。お願い事が叶っても叶わなくても、タオが一人前の戦士と認められるためにも、悪いやつは倒さなくちゃいけないのにゃす。タオはもう立派なカカの戦士にゃすよ。本当にゃす？タオ、立派な戦士にゃすか？ねえねえ、ドラネー。こんなことで嘘はつかないにゃす。本当のことにゃす。タオは立派になった。やっほー！ドラネーに褒められたにゃす！嬉しいにゃす！やる気が出てきたにゃー。こうなったタオをもう誰も止められないにゃー。張り切るのはいいにゃすが、相手はただ者ではないにゃす。十分に警戒して。言ってくるにゃすからね。悪いやつをギタギタにして村と世界の平和を守るのにゃー。あ、タオ呼び止めても無駄にゃすね。隊長！バレット、そうか。お前もイカルガに飛ばされたのか。はい。連絡が遅れてしまい申し訳ありません。魔素の影響か通信機器が使えなくなり。この状況だ、気にするな。
とにかく無事で何よりだ。ありがとうございます。それよりも、その隊長。なんだ。第二目標と接触したそうですね。ああ、その通りだが、どうかしたのか。その負傷も接触時に。これか。かすり傷程度だ。気にするな。申し訳ございません。私が取り逃がしたばかりに。なぜお前が謝る。私が接触した時点で目標を捕獲していれば、隊長が怪我を負うこともなかった。私のせいです。それは違うぞ、バレット。これは私の非力が招いた負傷だ。私が判断し、選択し、行動した結果だ。全ての責任は私自身にある。つまり、お前がその席を追う必要はない。今は任務中だ。余計なことを考えるな。ですが。くどいぞ。奴の力は情報以上だった。どのみちお前では荷が重い。やれやれ、お前はまだまだ半人前だろう。いつから上官の身を心配する立場になった？いつから。隊長、どうかしましたか？いや、問題ない。とにかくこの負傷については気にするな。いいな。了解。では私は任務に戻ります。待て、どこへ行くつもりだ。第二目標の捜索を続けます。おい、私の話を聞いていたか。奴はお前の手に余る。任務は一時中断だ。これから闇子に向かう。お前も同行しろ。お言葉ですが、私への命令は未だ取り下げられておりません。加えて九重博士からは、大将は私に任せるとの指示を受けています。熱くなるな、バレット。いつも言っているだろう、戦場では冷静さを欠いた者から。申し訳ありません、隊長。私はこれで失礼いたします。待て、バレット。チッ、連続駆動のツケが来たか。流行るなよ、バレット。くそ。つまりお前がその席を追う必要はない。今は任務中だ。余計なことを考えるな。情けない。どうすれば、いつになったら私は一人前と認めてもらえるんだ。隊長に背中を預けてもらえるような一人前に。なんだ今の記憶は。どこかの戦場、タイの村、私がみんなと肩を並べて、あんな光景私は知らない、知らないはずだ。なのになぜこんなにも懐かしさを覚える。まるで本当に起こった出来事であるかのように。この感覚は一体何なんだ。
飛行は白面殿、なぜこんなところに。バルケンハインか。本当に貴公なのか。しかしなぜ。道家の指示で動いているのか。相変わらず失礼な物言いだな、レイチェル様だ。まあいい、今は違う、探している。レイチェル様をお止めせねばならん。そうか、貴様も正しく認識できていないようだな。正しく、どういう意味だ。レイチェル様は不思議なことをおっしゃっていた。白面殿、何か知っているのか。知りたければ己が目で見定めるがよい。待て、時間はないぞ。バルケンハイン、世界は滅びを迎えようとしている。だがそれは奴を倒せば済むという問題ではない。滅びだと。だからレイチェル様は。それで奴とは一体。全ての悪を滅するには根源を絶たねばならぬ。それが可能だというのならば、それをなすのは私ではないだろう。貴公が悪と定めるものなど容易に想像がつくが、神をも悪というか。誰が神を善と決めた。世界の秩序を乱す者は何者であろうと切り捨てる。我が腕は、我が足は、そのためのものだ。貴様の牙が同様であるようにな。バルケンハイン、一つ忠告しておく。レイチェル・アルカードは覚悟を決めている。止めることは容易ではないぞ。わかっている。だが私にはレイチェル様の覚悟の向こう側が見えぬ。それが己の力で見定めねばならぬものだというのならそうしよう。だが何を見たとしてもレイチェル様をお止めしないわけにはいくまい。レイチェル様の存在そのものがかかっているのだからな。だからこそ果たすべき忠義を見誤るな。何？長話が過ぎた。先を急ぐ。どうだ、この激しい違和感は勘違いなどではなさそうですが、どうにかして確かめなければ。レイチェル様は必ずお守りいたします。クラヴィス様。